どうも、影庵です。今週もね、5キロのジョギングですね。 5.56 でしたね。今見てみたら 5.56 キロのジョギングを、無事終えましたというところで、今日はですね、ちょっと右膝が痛かったんですけども、この右膝が痛い状態でどれだけ走れるかっていうのをちょっとね、自分で試してみました。で、最初やっぱ痛かったんですけども、走ってる間にね、だんだんその膝が、前側が痛かったんですけど、それが痛みがこう引いてきてですね、これは走れるなという感覚になってきて、ほんでこうその膝を痛いなと感じてた時に、僕のこと追い抜いていたおじちゃんというか、おじいちゃんというかが言い張ったんですけども、その膝の痛みが消えたというか、その信号待ちしてて用意ドンみたいになったんで、ちょっといつものペースよりちょっと早い目ぐらいですかね、で走ってみようと。痛かったらちょっと緩めようと思って、で走ったら、結構走れたんで、そのままの勢いで走っていって、ほんで、後半ですね、だんだん右膝のね、重く、痛みはないんですけど、足のその膝から下が重たく感じるようになったんですね。で、重たく感じるようになってから、ちょっとスピードを落として、ほんで、5キロ、無事走り終えたということで、結構膝のとこ、右膝は熱を今持ってる状態だと思うんですね。で、まあまあ、この後ですね、どうなるかっていうのをちょっと見てみたいと。あとはその自分のね、体の自然治癒力に任せてね、あまり無理をしない形を取らせていただきたいなと思ってます。あと火曜日にね、空手の道場稽古があるんでですね、その時もね、あまり痛いようやったらちょっと見学になるかもしれないんですけども、結構ね、動いてる間は痛みが引くこともあるんでね、そのままでいって、それをこう繰り返しているうちに膝の痛みが消えていくということ、昔経験したことがあるんです。膝が痛くてですね、走れなかったんですけども、こんなんしてたらずっと走れへんわ思って、膝が痛いまま走ってたんですね。で、無理して走ってる間にですね、だんだん膝の痛みがなくなってきてですね、普通に走れるようになって、で最終的には森山ハーフマラソンを完走するというところまで、行ったんですね。1時間46分23秒ですかね、そのスピードで走れたと。だから膝が痛いことを言い訳にしてですね、走らないということじゃなくて、一旦走ってみてですね、どうなるかっていうのをちょっと今日は見てみようというところでこうやってみました。で、今ちょっと重い状態です。ちょっと違和感ありますね、やっぱりね、膝の右膝にちょっと違和感があるっていう感じなんですけども、まあまあ無事なんとかなるんかなというふうに思ってます。どうしても痛むようやったらね、ちょっと対策立てなあかん、来週は走るのをやめるかもしれないですけども、まあまあこういう感じで行きましたということですね。ほんで今日日曜日の昼はですね、炭水化物を取ってたんでですね、今日夜走ったらやっぱり全然バテないですね、全然楽勝、右膝の痛み以外はもう全然快調やって、やっぱりその5キロぐらいのジョギングをする場合というのは、やっぱり炭水化物というか、その辺の糖質がいるんかなという感じがしましたね。やっぱりその脂肪でこうエネルギーを燃焼するにはちょっと時間がかかるんで、そのエネルギーがかかりにくいところがちょっとバテる状態になるんかなというふうな感じがしますね。だから月曜日だと昼ご飯に糖質制限してるんで、そういう形になったかと、2週間の間はそういうイメージというか、ちょっと青ギリギリなんで走りますねという感じですね。ということで今日も、無事走り終わりましたということで、以上となります。ありがとうございます。